今から皆さんの役割をお伝えします。劉備殿、趙雲殿は敵を誘い込んでください。引きつけ、そんなまどろっこしいことやってられるか。正面からぶち落ち着け欲得。兵力に劣る我らがこの難局を切り抜けるには軍略も必要。兄者がそう言うなら。おい、これでもし勝てなかったらとっちめてやる。関羽殿、張飛殿、ありがとうございます。お二人の協力。別に敵は本体じゃないのでしょ。ならそんなに大騒ぎすることないじゃない。もちろんあなたの力もさ。あなた、私、劉備よ、貴様の命運もここまでだ。兵力でこちらを圧倒するつもり。敵に我らの策を。劉備殿は敵をおびき出す。諸葛亮の策は私が敵をおびき出すことから。劉備殿、お任せを。この超支流の槍で。気が焦ってのに。やめよ欲得、すでに戦いは始まっている。それに兄者は
徳の道を阻む貴様は、順調に移動しているようですね。劉備め、のこのこと首を差し出しに来たな。ここに来るって分かってたぜ。やはり敵が動きましたね。今が好機。この諸葛孔明、乱世の地図に天下の大景を描きましょう。思惑通り敵の足並みは乱れました。関羽殿、よくとく参ろうぞ我ら。ここまでは全て計算通りです。
敵本陣を制圧する。よっ。敵は総大将でなく、
参る。無事に曹操軍を撃退できましたね。ですが、まるで敵の動きが、うん、数の優劣を全く感じさせ、ま、噂通りには曹操は二つの力を合わせて、諸葛亮は人と一つの力を合わせて最大の効果を発揮した。人間は力を生かす術を思いつけるのね。お褒めいただき恐縮ですが、再び曹操軍が我らを討つべくし、今回は曹操自ら軍を率いているとのこと。いよいよ本腰を入れて我らを討つつもりか。諸葛亮、私はどうすればよい。ここは一旦河口へと退き、甲賀の龍騎殿へ援軍を求めましょう。わかった。しかし民を置いて私だけ逃げることなどできぬ。ですが多くの民を率いたまま、そうさだとしても私一人逃げることは。承知しました。では私は先回りし援軍を要請します。Thank you.
まずい。
告します。この先曹操軍が我らの待ち伏せをし、これだけ多くの民を連れていては我らの動きは敵によ。ち、仕方がねえ。兄者たちはこのまま進みな。俺が、私も共に行きます。劉備殿、関羽殿と共に先へお逃げください。うん、よく説く。趙雲、頼むぞ。兄者、こちらへ。二人ともすまぬ、頼んだぞ。紫龍が行くんなら俺たちも行かないとね、麗華さん。仕方ないわね、まったく面倒が。今曹操と戦っても、わ、体得を語り、その実弱き民を盾に取って逃げるとは、なんと卑劣な。劉備、拙者がここで討ち果たさん。数に勝る曹操軍は待ち伏せと追撃で、劉備殿、こっちにはこの延喜と長喜様がいるんだ。劉備殿の剣剣飛球の芯になれたんだ。負けるわけにはいかない。皆の力を合わせ、必ずこの窮地を乗り切る。まともに戦わず兵器で攻めやがって。ああ、敵が、兵器があんなに
民が兵器に萎縮してしまい、撤退させてもらう。ほう、趙軍たちが兵器を止めてくれたか。悪いが、ここでおい。すぐに終わりにしてやるぜ。
ヤッコさんたちは絶対絶命ってところだな。よし、泣きっ面に逃げ惑った上に悪案。過去エンドのいいところ。なんと、ほう、ちょっと、ここを抜かれては都合が悪い。危機だと言う。よし、兵器を統率する将は全員倒し、おお、あの男、確か地響きで雪を落としたわよね。地崩れ。よし。で、でね、劉備様の奥方と一子劉禅様が敵襲撃の混乱の中で行方知れずに。なんだと、お二人が。主ではなく、その妻子の危機だというのに、後先考えず一人で飛び出すなんて。
無事か。あなたにここで倒れられては困るしね。ああ、力を揃えられないと彼女が帰れないだろう。すまぬ、私のために手間を取らせてしまった。
今私が帰れないと言っていたけど、あなたそんなに私が帰ることに。そりゃあ当たり前でしょう。ここまでいろいろ。でも私がいなくなると、あなたの大好きな孤児研究ができ、無事にいてくれさえすれば必ず機械。それって油断するな。我らはまだ敵。あ、そうだ、早く劉備殿のところへ戻らないと。ほら行きましょう、米花さん。これ以上の失態は許されません。劉備は取り逃がしましたが、あの者たちは何としても捕らえてみせます。主役たちが来てくれたのは良いが、まだ予断を許さぬ状況だ。なんとか窮地を出し、劉備殿のもとへ帰らねば。曹操軍の真っ只中に入っちゃったからな。脱出するには。このこと首を差し出しに来たバカをそのまま帰っ。
本当、キリがないわね。おいお前ら大丈夫か。曹操軍の相手はこの延喜と張飛様が引き受けるから早くこっちへ戻ってこい。張飛殿、俺たちのために。殿のご到着まであとわずか。逃げおおせると思うな。貴様すさまじいまでの意気込みを。だが我らとて絶対に諦めるなよ。俺らと一緒に兄者の目指す世を作るんだ。こんなところでくたばるんじゃねえぞ。ああ、俺はまだなすべきことを何。なんとか。
天下三分。劉備殿の天下を描くためにはここで孫宗の勢いをくしかねばなりません。孫権と、まさか。残念ながらお亡くなりになりました。関東で孫作殿、孫権殿はお若いながらも兄の後を継いで立派に国を治めています。うん、孫権殿の聡明さは。諸葛亮殿、お話は分かった。だが我らが連合しても兵の数は敵に遠く及ばぬ。あと、こちらには地の利があり、そして言う目的は一つ。間違いなく随分自信がおありのよう。Thank you.
私が。
し。
我らは兄上亡き後、その志を引き継ぎ、父上の仇である高祖を討ち取った。これをお前に返す。それが兄上とお前の、そして私に託された約束だからだ。孫作殿は死してもその約束を果たされたのか。ありがとう。曹操は力を2つ用いて鬼神呂布を倒したけれど、あなたはそれを3つ一気に使う。今の孫宗はかつての鬼神以上に強大です。勝利するには3つの力を組み合わせ、ただし一時に使っても意味がない。それぞれを最も効果的な順番と時期に発動させ曹操を叩く。これには各人の連携が最も重要となる。皆指示をよく聞き、時期を一算によ。まず動いてもらうのは土の力です。これを使い川に波を起こして、船をつなぐ敵の結束。なるほどね。敵を叩くにはまず一つにまとめてしまおうってことか。敵を一つにま…寄せ集まってくだらん玉にしか頼れぬ弱者どもをこの地で一掃する。圧倒的な力で奴らを踏み潰せ。土の力で波を起こすべき地点が今は総比によって封鎖されてしまっている。勝利するためには一人一人の力。
花公園と彫刻か。我らの攻め。間もなくよ。おまた。うん。何？背後を狙われたか。
ありがたい。よし、本陣の周りは片付いたか。敵の策を警戒しつつ。場所に着いたわ。ここで地面敵は高波の対策として船を連結させたか。よし、策の第一手は成功だ。ここからが本番。みんな